車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、土井パフォーマンスです。今回は日本を飛び出し台湾にやってまいりました。実はですね、今回台湾の台中っていうちょうど真ん中辺で開催されているスタンスガレージっていうイベントに来てますんで、その様子をバッチリしっかりお届けしたいと思います。でスタンスガレージ、なんか聞いたところによるとスタンス系のイベントでは台湾で一番大きいイベントらしいので、ここさえ見ていただければ台湾の最先端が見れると思いますので、お届けしたいと思います。それでは行きましょう。さあ、というわけでこれから中に入りたいと思います。会場中入ると結構爆音なんで、事前情報を先に喋っておくと、4月の13日14日の2日間開催されてます。規模的にはオートサロンのホール2つぐらいってイメージしてもらうと分かりやすいんじゃないかなと。でここに審査を受けたガチガチに改造されたスタンス系の車がぎっしり入ってるみたいなんで、早速中に入りたいと思います。さあ早速中に入るとこんな感じで、もうまっすぐ歩けないぐらいめちゃくちゃ人が入ってます。で今回でスタンスガレージ第5回ということで、毎年やってるらしいんですけど、年々この規模と入る来場者数が増えてるみたいです。でここが一番メイン そのスタンスガレージのブースみたいです。そしてですね、本当に会場いろんな車が展示されてるんですけど、僕事前で少し回ってみたところによると、結構いろんなジャンルの車が展示されてます。スーパーカーから、JDM って言われるその国産車のカスタマイズした車、その辺がかなり多い感じです。で中にはジャパニーズ暴走族、こんな展示があったりとか、あとはそのデコトラ、なんか非常にこう日本に親しみを持ってくれてる方が多いようで、日本語の T シャツとかアパレルとかその辺を着てたりとか販売してたりっていうのも結構あります。というわけでこれ全部回るととてつもない長さの動画になってしまうので、ちょっと気になる車だけピンポイントでお伝えしたいと思います。さあまずやってきたのはプラジスエクシクルーシブデザイン。これショップかな。これエアサスショップです。あ、エアサス屋さん。というわけでここにはコルベット、これ台湾でも、もう台湾でもじゃないな、もう世界中で人気の、そして台湾といえば BC4 ジドですから、BC4 ジドを履いたエアサス組のコルベットが止まってたりだとか、その隣はワイドボディエアサスなってるスープラがこう展示されてたりとか、多分なんかオーダーの単造ホイールだと思うんですけど、この辺が装着されてたりとか、あとブレーキもしっかり入ってますね。でその奥にはブラックシリーズがと思ったら、これ実はブラックシリーズじゃなくてブラックシリーズ化された AMG GT みたいです。ただ本当隙なくなんかコンバージョンされてるみたいで、前回りはもちろんなんですけど、もうあらゆるところがブラシリみたいになってます。そして当然のエアサスが装着されてて、オイルは BC4 自動、こちらが装着されてます。で聞いたら台湾ってやっぱり道が結構悪いんで、エアサスを装着するケースが非常に多いそうです。でやっぱりそのベタベタのままで走れない、なのでエアサスが結構ハードルが低くというか、もう定番のカスタマイズになってるそうです。だからもうトランクの構造を見ないとブラシリってもう見間違えちゃうぐらいの隙なく仕上がってる感じの、こんな感じです。であともう一つ教えてもらったのは、ラッピングがすごい身近、定番みたいで、これショーに限らずフルラップされてる車が結構いるみたいです。で今回の会場にもたくさんフルラップされてる車、そして会場の端っこではラッピング その技術コンテストみたいなのもやってたんで、かなりこれからますます伸びていきそうな感じがします。なるべく会場のこの熱気もお伝えしたいと思います。もうとにかく人が半端じゃない。今日土曜日なんで、日曜日明日メインになってくると思うんですけど、明日はもっと人が入るんじゃないかなと。で客層としてはなんとなくですけど、僕の肌感ではおそらく20代が一番多いんじゃないかなと。まあその名前の通りスタンス系のイベントなんで、台湾の若者を中心に非常に注目されてるって感じですね。そしてやってまいりました、こちら
なんとスタンス系のイベントだけど展示されているのはベナタスとゴーストということで、こんな現行のフルカスタマイズされた車両も展示されてます。で、さすがにハイパーカーまでは、まあ、イベントのキャラクター上展示されてることはないですけど、プラカンがこんな感じで展示されたりとか、奥にはなんかテクニカとかあったりとか、最新のスーパーカーもいろいろ展示されてました。で、会場の規模感としてはこんな感じです。もう本当にオートサロンと比べても多いぐらいじゃないか、人が。こんな感じでギッチギチに人が入ってます。で、各種ショップ、まあいろんなエアサス屋さんだったりオイル屋さんだったり、こんな感じで展示してるんですけど、一般のエントリーも奥にあるみたいなんで、まあその辺見ていただけると雰囲気が伝わるんじゃないかな。あ、こちらはオーディオ屋さんですね。オーディオパークっていうショップ、メーカー、ロータスのエミーラとすごい色のテクニカ、こんな感じで展示されてたりとか、まあ一応あのメーカーショップの展示に関してはそのカスタマイズされてるされてない関係ないらしいんですけど、基本的に一般エントリーに関しては審査があって、審査合格しないと展示ができないみたいです。結構最近のイベントそういうの多いですよね、日本でも。そしてこちらは多分 JDM のお店、エアレックスなんかの代理店やってるのかな。ここにはこういった90年代のホンダの車がもうビカビカ、エアサス、タイヤホイール、もうこの辺はもうアメリカも日本もなんか変わんない感じですよね。こんな感じで展示されたり、こっちにはこの日本のチューナースプーンカラーになったインテグラ展示されてたりします。そしてあの全体的な雰囲気としてはやっぱりその日本色が結構ところどころ見受けられます。着てるものだったりだとか、こういう展示だったりとか、こんな感じで。そう、あとテスラのカスタマイズされた車両も非常に多い印象です。実際街の中でもテスラ普通に走ってるんですけど、イベントではさらにエアサスとタイヤホイール交換された車が数多く展示されてます。そしてですね、やっぱり90年代の国産車めちゃくちゃ多いっすね。スープラだったりだとか、奥には三菱ランエボのなんか専門店らしくって、ランエボたくさん展示してるブースなんかもあったりします。そしてそしてここも多分ショップ系だと思うんですけど、さっき話を聞いたら、ご覧ください、このエボワゴン、まあ、練馬ナンバーはこれもちろん偽物ですけど、ご覧ください、右ハンドル聞いたらなんか日本から輸入した車みたいです、これ。というわけで右ハンドル走れないんですけど、こういったカスタムカーもあると。で、隣にはアベンタの SV が止まってたりとかで、奥にはこうシルビアとか、国産車本当に多いですね、こんな感じで。で、欧州車も街中すごい頻繁に見かけるんですけど、やっぱりカスタマイズも結構いるみたいで、現行3シリーズ、これなんだ、330ブレーキ、足回りしっかりやってる、こんな感じの個体があったりとか。で、あと街中見て思ったんですけど、台湾あのブレーキカスタマイズのハードルが相当低いらしくって、普通にブレーキキャリパー交換したあのミニバンとかセダンとか普通に止まってるんですよね。というわけで結構日本だとキャリパー交換ってかなりハードル高いイメージ、金額も高いイメージですけど、台湾は割とその辺のカスタマイズ身近みたいです。そしてこちらの M2 はしっかりカスタマイズされてる。まだ割と M2 のカスタマイズされた車両って少ないと思うんですけど、こんな感じで HRE のフローフォームかな履いて、ボンドでも非常に人気のイベンチュリーのインテーク、これ多分カーズのカラーじゃないかな、ライトニングマックイーンのカラーになった M2、 こんな感じで展示されたりとか、あとはこちらご覧ください、フォルクスワーゲンティグワン R、 こちらなんですけども、まあ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  DBS 履いて少し車高も下がってるのかな、で、まあインテークだったり入ってる個体なんですけど、こっち回ってびっくり、なんとアルコンの巨大ブレーキが前後でダミーホイールつけて展示されてます。だ、結構激しめのカスタマイズも多いですね。そして続いて紹介するのはこちら、あのてっきりエディション507しようかと思ってスルーしてたら、これ本物らしいっす。で、なんとこのカラーリングになる前は日本のパトカー仕様、パトカーカラーリングで乗ってたみたいです。で、それを今回リメイクしてリバディさんのワイドボディキットかな組んで、こんな感じでカスタマイズし直して展示してるみたいです。すげえな、だから本当になんか勢いがすごい。
で正直あの台湾ってあんまりカスタマイズ街中ではあんまり見かけないし、激しめのっすね、まあ、ブレーキ入れてる車なんかあるんですけど、爆音車庫端みたいなあんまり街中では見かけないし、あとなんかやっぱりこう年代的に許されてない雰囲気、通報されちゃったりとかあるらしいですけど、まあ、こういったイベントをやるとめちゃくちゃこう集合して集まるって感じです。さあ続いてやってきたのはもうボンドでもおなじみこのマクストンデザインとか、あとエキゾースト VVS、 ここも結構あのスペース広く取ってるすごい展示になってます。こんな感じで真っ黒黒の M2 に BBS 履いて、で BBS 人気やっぱりすごいみたいで、あの今回実際 BBS さんもこの斜め前こっちにあの BBS さんもブース展示されてるぐらい BBS 人気もすごいみたいです。そして M2 はこんな感じで真っ黒黒で結構いじってあるんじゃないかな、マークストンのエアロがついて、でなんか見たことないハンドルがついてます。これ何なんだろうな、これ知ってる人いたら教えてください。すごいハンドルで、他にも日本に入ってきてないフォルクスワーゲンキャディのいじった車、なぜかロールスのセンターキャップがついてる。で、まあ、絶対ロールス純正じゃないですけど、なぜかロールスロゴの入ったバカデカブレーキがついてたりとか、この辺 HRE のフローフォーム履いてる車があったり、スープラ多いっすね。これ TE37 かな、こんな感じで M4 もこんな感じで展示されてたりとか、あこれ VVS っていうマフラーが、あチタンのマフラーっすね、こんな感じで見えるように展示されてたりとか、そして奥の方でやってるのがそのラッピングの大会で、その辺が一般エントリーの展示みたいです。ちょっとその辺も見に行きましょうか。でこの辺が多分一般エントリーの展示みたいで、結構一般のエントリーも激しめのこのカスタマイズカラーリング、なんとなくイメージ伝わりますでしょうか。でびっくりしたのはネオクラ的なのもぼちぼちいて、90年代かな80年代かな、500円の SEL とかミディアムクラス、この辺もブラバスのホイール履いてベタベタだったりとか、こんなカスタマイズも一般エントリーで展示されてると。でとにかくやっぱりエアサスが多いんですよね。こっちももう一通り全部エアサスで、やっぱりその国のその道路事情とかもいろいろ出てきますよね。日本だとやっぱり道がいいんでベタベタのまま走れちゃいますけど、台湾だとかなり段差もすごいし道も悪いんで、まあそういう風に進化したと。ロティ履いてるプジョーがこんな感じでいたりとか、あとこっちは RX、 これだいぶかっこいいっすね。マットシルバーで足元は BC フォージドはもちろん結構高額なんですけど、あの装着率半端ないです会場内でも。あそう、そして奥のこのティグアンもすごいんですよね。この黄色のティグアン、なんとベントレーのホイール流用、結構日本でもいるスタイルですけど、びっくりなのはこのブレーキ、あのテンポットのあけぼののブレーキちゃんと移植されてます。ポルシェって入ってるんで、カイエンかな、その辺からの流用だと思うんですけど、こんな感じでマッキーキーのティグアンがあったりで、会場ではもう爆音すぎて聞き取りづらいと思うんですけど、ライブなんかもやっててもうめちゃくちゃ盛り上がってます。そしてキムスリーワゴンツーリング、この辺もイベンチュリーのインテーク入って BBS 入って、これ色かっこいいっすね。こんな感じで展示されたりとかしますあのちょっと聞き取りづらいかもしれないですけど、やべえの発見しました。あのこれ今回イベントを主催しているランさんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方のもう車なのか分かんないけど作品、はい、あのもう地面に埋め込まれてます。ふざけてんなもうこれ EG6 って昔のシビックっすね。もう車庫端すぎて地面に埋め込まれてます。そしてですね、結構あのドレスアップ系が多いのかなと思ったら、あのガチ勢もしっかりエントリーされてました。ちょっと人が多すぎてもう見れないんですけど、
あの 35GTR がこんな感じでずらずらずらっと展示されてるんですけど、あのびっくりなのが、あの全部狂ったチューニングがされてると。これやべえな。あのどんくらい狂ってるかは後ろに回ると分かるんですけど、なんかみんな1000馬力とか出てて、ご覧ください、あの全部ドラッグ仕様ということで、後ろ全部パラシュートがついてるんですよね。だこういったガチ勢なんかもエントリーと展示がされてます。さあ、というわけでスタンスガレージの様子をお届けいたしました。いかがだったでしょうか。普段あのヨーロッパとかアメリカの情報って SNS とかウェブサイトで結構日本にいても自然に入ってくると思うんですけど、アジアの情報って多分なかなか入ってこないと思うんですよね。ただ結構今アジア の, そのカスタマイズって非常に盛り上がってるところなんで、結構参考になるところだったりだとか、まあ日本仕様になんかアレンジできるようなところって結構あるんじゃないかなと思います。というわけで、これからも世界中のいろんなイベントの様子もお届けしたいと思いますので、ぜひボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。